第3問は？お、なんだかふわふわした字ですね。空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はもらでパンパンで、海に落ちたらゴボゴボ拾えないもの、なんだ。オイラのだ。オイラが書いたお題だぜ。うん。どうしたんだよ。なんで誰も何にも言わないんだ。お題が難しすぎたのか。むしろ信じられないほど簡単だと思うよ。本当か？じゃあ答えはなんだ？答えはパイモンだろ。え？うん、パイモンだろ。私もパイモンさんだとばかり。実は僕も。違うぞ。どう考えてもオイラなわけないだろ。パイモン、君の背中に翼はあるかい？で、ない。パイモンはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだ。パイモンさんはよくお食べになりますから、それは旅人様のモラがたくさんお腹に消えたということかと。騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんです。パイモンさんは海で旅人さんに助けられたと。つまりパイモンさんは金槌で海に沈んだら。まあ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 。